ビー。ちょっとさっきあのララ戦があんまりこう結局後から対応されて負けちゃったから、知識を身につけて帰ってもらった方がいいかなと。なるほど。闇雲にね、やっぱ対戦してもダメですよ、格闘ゲームはね。これはだって誰よりもあの調べるから。うん、調べてるちゃんと。まあ気になって、まあ攪拌とかは、うん、って感じ。しっかり。あ、それをまだ手になじませれてないって感じ。そう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 。一応ねこれ、まあさっきの話で、まあこれぐらいは調べてるんだろうけど、一応ねこっから入るからね。あ、それ知らなかったでしょ。あ、こっから入るから。あ、これはいいですか。これ入るし、これも入る、ね、うん、そう、うん、結構来る。これ入るな、うん、入んね、これ入る、うん、でジャックのがいいんじゃないかな。ジャックやってジャンプ中キック、ジャンプでとりあえず1回その奥攻めがいけるから、はい、中にしちゃうとちょっとめんどくさいかな。ちょっとね、確かになんかあんまいいことないっていうか、ダメージも20しか違わないから。あとはなんか見てて気になるね、これ。あ、違う、電気ってどうやったの。ないか、電気はもう逃げちゃう方が。逃げるとでもさ、結局ずっとララがこう、うん、どっかでこれを当てなきゃいけないんだけど、近いと負けるし、近い時の解決がなくて、遠いと逆になんかこれぐらいで遠いとなんかビビってやっちゃうとこれなんか食らっちゃったりするんだよね。あ、しようか、もうちょっと遠くか、もっと遠くか、違うの、意外と確定しないぞ、意外と確定しないね。そうそう、なんか打っちゃっていいのこれぐらいは。あべ、対戦探してる、あぶね、いい反応、いい反応。なんか今一瞬グラってなったから画面が。あ、それで反応、反応、あ、すましょう。あれ、あ、違う、あ、これも食らっちゃう。これだね、これか、これ遅れたやつか、これ、これ、これなんですよ、これが危ないから。でもね、俺のこれ結論、俺の結論ね、はいはい、多分狙わない方がいいっていうのは、距離調整があの、ね、近い、近いし、じゃあこれぐらいがベストな台足のポイントだったとして、この距離って結局ラガ来ちゃうんですよね。そう、ちょっと来れちゃうし、これはなんかすごい感じた。こっから例えばこっから一歩走ってこうとか、そうそう、これすごいやってくるからね、うん、これこの動きやりました。この辺は落ちちゃうから、ういってこれ、ういってこの辺で、あ、これ電気出すのかなって時に、ういってこれ、これ終了に落ちないから。そう、あれ後ろ強キックでもかかとでもダメな時あるし、あるし、あとねそれね、反応がねかなり速くなってくるでしょ。落ちるわ、結構ね。ノーマルと EX マジ全然違うからね、落ちないでしょ。ちょっと、あれ、これどこで処理打ってんの。これあそこか、うん、これ落ちないんですよ。あ、これ落ちるか、落ちないでしょ。これ落ちないのちょっとな、今回の理由弱点だよな、はい、コパンかな、これね。歩くっていうのが一番いいんだけど、そう、難しい、難しい、難しい、歩くの難しいから、これが、これは大人な解決策。まあまあ、うん、ちょっとあっちやって、ポイ食らっても別にそんなに、一応位置も入れ替わんないし、キープしたい、うん、そう、キープ、端っこは、そう、端はキープしたいから、 端行ったらこう超見た方がいいよね、うんうんうん、でも、そんなあなたにこれ、あれ、これ、あ、高めかな、真上に出る、真上に出るから。そっか、じゃあ中小流でそうそう返さないよりも返す、うんうん、引きつけちゃうとあかんもんですよね。引きつけは一緒、要するにその前に出ないから一緒。あ、そうなんだ。そう、 EX これ癖づけるからね、これ絶対躊躇落ちないんで、ほら、ほらね、明らかに当たり方違うでしょ。はい、あの、たまにこういうことがあるけど、まあ基本は落ちる、
まあ、やってるそんなに。そう。まあ、ダメージもちょっと上がるし、これゲージあったらこれでいいと思うよ、これ。そんなのもまああるけど。いや、まあまあそこはあれだけど、うん、確かにね、やらないと。いかんですね。そう、あとまあ遠距離はしゃがみ中パンタイクでいいかなっていう。あれっていうのはその基本的には相打ちか絶対落ちる。そう、大体よかったないか。うまくやれば絶対落ちると。うん。まあキャラによるけどね。うん、これ結構強いと。まあこの距離だったら勝利でいいんだけど。いや、まあさすがにちょっと左手がね大変なところあるし。そう。なんかとっさにあ勝利を入力してねえやっていう時にこれはかなり便利。おすすめです。簡単。誰でもできる。これはね、ちょっとあの一瞬覚えた。まだ実践距離分かんないけど、うん、やっぱコパンやってから結構でも落ちるよ、これでも落ちる多分は、うんうんうん、これでも落ちちゃうからすごい強い、うん、まあ小キックで飛ぶだろうけどね。コパン対空はダメなの、近い。俺なんか初流で対空するよりもコパンして表裏して3回1回でもものにした方が大きいかなと思ってて、うん、もちろんそれも一つの選択肢なんだけど、やっぱ安定性がないっていうのは一応結論です。なんかね、結構負けんだよね、ショーパン。ほら、リュウのジャンプジャッキックとかもそうだし、絶対相打ちにはなるから。でも意味ないから相打ちじゃね。うん、そうそう、相打ちだと意味ないし、結構ね負けるのよ。こういうの、ほら、あ、これ勝つか。本当タイミングシビアなんだ。だからネット対戦で出すの難しいぐらいの代物なんだ。うん、まあでも確定ダメージの方ができるんだったらいいんじゃない。やっぱそっか、まあ表裏してね、例えばぶっ放されたらまあガチ開かないし。そう、やっぱ安定がしっかり120取った方がいい。最近広島の野球そうだってなんかあの日本ハム戦に向けて、うん、あの大谷翔平がいてたから、はいはいはい、大きいの狙わなきゃ勝てないみたいなこともあるんじゃないかみたいな。なるほどなるほどなるほど。ちょっとあのクライマックスシリーズで最後余裕ある時に試してうまくいかなかったから、はい、やっぱりちょっと一点一点大事にする広島の方がいいよねって監督は結論付けて。すっげえその検証わかるな。わかる。広島。いや広島ってか俺野球のことはわかんないんだけど。でもその大事さだよね。そうそうそう、わかる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 。すげえわかる。でもだそれ試したの、実は試した時期もあったの。あ、俺も、ね、個人的に昇竜じゃなくて、うんうんうん、表裏あの置き攻めとかその着地攻めの方がいいんじゃないのかなと思ったんだけど、やっぱりね。直ダメージの方がねいいですよ。いいっていうか俺は良かったね。やっぱ俺も感覚で、まあ、そこまで濃い感覚でこれがいいっていうわけじゃないけど、うん、まあ、そう思った。残儀ぐらい強い置き攻めっていうか着地攻めだったら、まあ、ちょっと話変わるけど変わるけど、まあ別になんだかんだグラだってジャングラと最速暴れと何もしないと無敵技と、ね、無敵技だらけだと無敵技と、はいはい、とかあると、はい、なんか体力取れることの方が少ないんじゃないっていうか。う、ね、ただピオリ寸前の時はありだなと思う。ああまあ本当に勝負決まるっていう時で。そう、勝負決まるって時に飛んできたらあの着地攻めの方がいいと思う。まあそこは本当に感覚でどこ選ぶかみたいなね。そう、人によってね。それとっさにできたらすごいんだろうけどね。やっぱついつい勝利にしちゃう。難しい。これおすすめなのはね。あ、違う。やっぱピオリってのは運が絡むからな。あ、そうだね。この中キック活動のピオリ値がすごい高いから小足使ってたけど、これを中キック活動にして、ああ、下段から行くにはもうこれでどすこいと。そうそうそう、あのだから419だから600とか作れてたら、事前に600ぐらい作れてたら、まあ、あんまないけどな。例えばそうだな、うん、こんなんやって置き攻めして投げて、まあ、まあもうちょいか、これでゲージとかあったらかなりと。そう、こうやってピヨって大ダメージだったりするから、あ、なんか中キック発動でピヨるなみたいな感じになったら、これは結構おすすめです。確かに、うん、素晴らしい。これはなんか、うん、まあ、ジャングルで後ろかわされてるんですね、なんかできそうな。そう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 、そう、しゃがみジャッキックでジャングラ潰すときに、しゃがみジャッキック使ったときに若干漏れるから、うん、バックジャングラップされたときに、あ、追えない、追えないから、あ、まあ、こっちは結構もちろん使いそうな、ね、これさ、なんかいやでもね、トリガー中の波動じゃないと多分きついんだよね、それ。こんな感じでやられて、あ、いない。どうしたどうしたいない。近いんでじゃん、こうやってこっちならいけんだけど、
トリガー中ならいけんだけど、ノーマル状態はノーマルは多分ね、ちょっとね、ゲージの値段が高いよね、あんま。うん、ちょっとタイミングもあるけど、あ、いけるか、ララぐらいジャンプ、まあ、ちょっと噛み合いが、ね、あればね、あれば。俺しゃがみジャックキックに前ダッシュ仕込んで、しゃがみジャックパン、しゃがみジャックキック前ダッシュしゃがみジャックパンってあればダッシュ仕込めるのかなとは一瞬思って、しゃがみジャックキック前ダッシュ、前ダッシュしゃがみジャックパンっていうのを、うん、まあ、ちょっと複雑に言うかないけど、うん、どうやってんの、しゃがみジャックキック中に、しゃがみジャックキックジャックパンってやる隙間にダッシュ入れる、うん、できる？なんかちょっと やり方わかんないけど、ないそれ、ストスリーのテクニックそれあったの？いや、ない。あ、こういう感じ、立ちジャックパンにすんのそれ、しゃがみジャックキック、あれかなっていうのはちょっと一応、しゃがみジャックパンを押す前にダッシュ入れて、あ、ほうか、そう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 、あ、完璧、やっぱ先生だわ、あ、でもむずいな、やっぱ先生だわ。一応これ梅谷さんと大会かぶった時に、うん、その当たった時にこれ考えて、その後、うん、あ、ジャングラーに入れられるのを、そしたらダッシュ立ち強キック間に合うんじゃないかみたいな、おお、ちょっと待ってよ、こうこう、おかっこいいね、でも、あ、ちょっと待って、地上で当たってる、まあ、ちょっとガードされるとね、あれ、まあフレームがちょっと難しいから、うん、結構シビアだけど、まあ、一応そう、でもそんだけ余裕あれば目押しカートはで、ちょっとあれフレームが怪しくなったらジャッキック立つ前に変えるとかいければすごい確実性のある運搬でいいかな、確かに。あとはこれをできるかどうかだよな、で、これ、いや、でも梅原さん知ってるかと思ってて、何よ、このその仕込み、仕込み、いや、知らない知らない知らない、結構動画見た時にジャングラされた時一回だけあって、しゃがみジャックパン出てたから、あ、じゃあ今度行っても怒られないかなっていう感じでやっちゃってるよね、だからそれは、まあ、勝利まではいかないけど、もうやっちゃってるね、確かに。いや、できるかこれ、でも本当に結構このゲームだから、そのあとしゃがみじゃ当たったら勝利していけないんだろ、このゲームの入力って、うん、あ、ダッシュできねえか、ちゃんとしゃがみじゃ効くかで、ニュートラル前もやらないといけないんだ、そっかそっか、難しいよね、難しい方かなり、うん、でも結構近未来的な、ね、いける？ラップ潰しだと俺思ってて、いや、梅田さんこれより難しいこと知ってたからね、そうなの、うん、昔とかそういうギリティ時代とかもね、いや、そうだな、うん、記憶にねえけど、そっか、まあ、必殺技とかあったら仕込めそうなと思うんだけど必殺技安いんですよね、ダメ、安いんだから、あのグラップ側に責任乗るがあんまなくなっちゃうんでね、だからちょっと咎めが甘いっていうか、ジャングラー側にちょっとリスクがそんなないじゃないかって、あ、まあ現状はそうだね、だから今なんか海外と日本の違いってジャングラーの精度で、うん、ジャングラーしてるとやっぱりディフェンスがすごい高くなるっていう傾向にあるから、まあ そこでちょっとあのこういうのはキャリアによってあれば、うん、なんていうのかな、まあ結構みんな同じ土俵で咎められるんじゃないかっていうのを思って、でもこれをやる方がジャングラーやるよりハードル高いだろう、あ、もちろんもちろん、ね、もちろんもちろん、なるほど、でも一応できますよっていう、うわ、この電気を結局、電気はもう俺波動で消していく、波動で消すと、あ、見てから波動で消すとやっぱり相手が来る、そうそうなんだよね、そうそうなんですよ、だからこの距離で違うな、この距離でね、これやられちゃうと多分もうダメだ、そう、間に合わない、うん、間に合わない、だからちょっとあんまりいい、まあこれがやったらいいけどね、うん、これがやったらいいけど、うん、いや、波動で切るしかないのかな、応急処置的な、なんかもう一個の保険が欲しいとは思う、近い時とかは、あ、でもそれもすごいですよ、ええ、
なんか暗いって前に出ない技でお互い一発食らってとかだったら許せるけど、特に端のこれはなんか EX サードで忍びそうだよ。そう、あ、強いね。あ、でも押せるし、うん、あり。でも消してから動くやつ多いから、あ、結構打ってから、ね、あ、そうそうそう、反応してくらっちゃうの。だからなしのソニックみたいな感じでたまにね、こういうの見せると、あ、こいつ打ってくる人かなっていうか、一回攻めをね止める、帳消しできるっていうか。まあ、でもこれは多分あれだよな、端の行った人は結構やってんだよね、無意識のうちに。でも EX の世界はかなり深いっていうかね、こういうので使っていけば得していくっていうかね。あ、素晴らしい。でも、もうすぐに、いやでも研究所ですよ完全に研究所です。ちなみに今何時ですか？もう49分。あ、49分か。まあじゃあそろそろじゃあ締め向かいますか。今日は向かうけど、うん、いいですか、会話だけでいいですか。ちょっと、あ、対戦する、最後にね、俺と対戦する、してみる。まあまあ実験、研究ですね。ちょっとやってみるか。じゃあ、いいよ、じゃあやるか。ちょっと、じゃあどっち、こっち、はい、あ、もうぜひぜひ。何使うじゃん俺。いや、もうリュウで、もうぜひ一先で。じゃあ時間ないからあ、もう全然それでもう、うん、一先で、一先、ちょっと宣伝もあるんでね。あ、そっか。もう宣伝しながら私はもうバーサス、バーサスで。でもこれで、ここでいきなりの下克上があったら来週会社の立場変わってる。来週会社俺でも、いえいえ、ちょっと俺あの外の練習してきたんですよ実は。いや、やめてくださいそれはあ、でもやります。俺ね、ガイル、あの、なんと、なんちゃらダディのガイルを見て、ちょっとガイル、まあ、ガイル熱が再燃してて。あ、で、実際リュウね、ガイル結構嫌なはずなんです。きつい。俺ね、うん、はっきり言ってきつい。でしょ？ちょっと、ガイル戦、ガイル戦詰めよう。ガイル戦詰めよう。一瞬でね、ちょっとね、ガイルってきたからね。あ、なるほどなと思って。ガイル出てんのかな？出てそうですけどね。あ、来た。ちょ、黒田ユリアン使いなよ。リュウとは別に、リュウも使うけどさ。どう？ユリア？うん。結構サードっぽくない？ダメ？リュウが揃っててるから、なんかこっちの方がいろいろできるとは思う。いやいやいや、メインキャラはリュウでいいと思うけど。サブでさ、結構面白いと思う。まあちょっとユリアのちょっと攻略の進め場見てやろうかな。うん。まだそんなにやり込んでる人いないだろうから、ユリアは。イブキとかユリアンとか。研究ですかね、これ。熱くならないの。前振りがめっちゃいいっすね。やべ、減る減る減る。わかんないでしょ。やっぱこの離れてる時のね、ソニックはね、その距離だね。これ遠距離めちゃめちゃ返れるだからね。球の打ち合い絶対不利だから。こんなあなたに最初のね。それな。
それ強いな何の意味があったんだこの対戦にまあまあまあ一応ちょっとガエルはやっていきたいんでちょっとまあその初お披露目、初お披露目でもねえか。いやでもかなり丁寧にやってる感じが嫌なしかも前ついてたから、うん、ガエル、あ知ってるやっぱりガエルちょっとやりたいなと球場知ってるわっていう。じゃあ締めでお願いします。はい、ですね、まあまあ1回目ということで、本日の研究結果ですね、はい、何よりでかかったのはトリガー中クラカンもらえません。これは朝から研究中にちょっとあの成果がいきなり出たというね。これは驚きです。知らなかった本当に、うん、これちょっと世界取れるんじゃないかって。トリガー波動で、あんまり打てねえからなカイスあれ。まあつうことが一つと、あとはまあそのあれだね、そのどうしていこうね今後ね、黒田のそのもちろんど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 ん上達していってもらうわけだけども、どういうやり方がいいかなっていうのをちょっと考えていきたいですよね。あとやっぱ目標があった方がいいのかな。そうですね、こう小さい目標が、例えばこの間は大抜きで言えばボンに勝ちたいとかね。いやすごい大きいですよその目標。あだからそのそれに自分に合ったあなんか頑張ればいけるんじゃないかっていう。そうそうそう、割と長い目で見たやつとか。例えばじゃあどうだろうな、まあ身近なあれで言えば今日の戦ったララの人にもう一回入ってきてもらうとかね。短いですね。短いけど、うん、また長いやつだから、長いやつはだからビッグタイトルのうちのどれかを優勝。どう？ビッグタイトル？あ、トップ8じゃん。え？トップ8。トップ8。優勝はさすがにちょっとハードルが高すぎるので。トップ8はいけるっしょ。じゃあプレミアトップ8。プレミアトップ8？ うん。どう？やっぱランキングでもまあ。じゃあランキングトップ8。ランキングトップ8。ランキングトップ32。どう？トップ32？なんでどんどん衰えてきて、これはいけるだろう。ランキングトップ32。いやトップ8でいいんじゃない？いやランキングとはいえトップ8結構大変だよ。え、どうすればなれんの？じゃあどんぐらい勝てばっていう感じ？32？、うん、大会にもよるけど、まあでも大会によるけど 4,5 回勝っちゃいけんじゃね？うん。でもトップ8が1回なってるからね。マグリ、トップ30にはいけると思うよ、これ、うん、トップ16、間取って、どう？どうですか？8はちょっとまだっていうか、ちょっとしばらく遠い目標になっちゃうから、モチベが維持できないかなと思って、16でどうですか？16すごいな。そう。じゃあ32を目指して、とりあえず頑張りましょう。32ですね。はい、まあ、LP も徐々にね、上げるのも、ね、目標。自信がついたら、じゃあ、ちょっと大会出て。ですね、トップ30目指すと。ちょっと練習方法についてはあの分かんない、俺もどれぐらいそのこうこっちのから口を出していいのかっていうのを測ってる最中だから。あ、確かに。そう、今日はそんな感じが。そう、様子見して。あんまり俺ほらっていうか、俺あんまり言いたくない、言いたくないっていうのはその色をこぼしたい、ね、うん、なんかそのそうね、俺はこう思うよは言えるけど、こうした方がいいよってあんまり言いたくないでしょ。人それぞれ結論が違うわけだから。ただそのこれ半額入るよとか言えるけど、対空は EX だよとかは言えるけど、その辺の塩梅をちょっとまあ測りながらお願いします。始まったばかりというわけで、またあるんで、じゃあ黒田さん次回ということで。次回まで絶対来ます。あのしゃがみじゃキックを覚えて来ます。なんだろうね、決めこう次までに何かこう得得しておくこと、宿題をじゃあ出しますか。ああ、じゃあやっぱり、はい、対空 EX 勝利。あ、おうん、それは絶対、今回対空がすごい困ってたの見た、はいはいはい、波動拳打つかどうかは、まあ、これはまあそれぞれ人それぞれなんでいいんですけど、対空はやっぱり出た方がいいはずなん で EX は便利ですよと、うん、まずスカんないから。確かに、うん、はい、むしろスカったら相手褒めた方がいいぐらい、その絶妙じゃないかスカんないから、はいはいはい、もう信じて打っていきましょう、うん、了解です。EX勝利を打つと。了解です、頑張ります。いうのをまあちょっと覚えてきてもらって、はいはい、目指せ LP 5万。このね、ちょっとね、ちょっといい竜になりたいですね、こういうやっぱこの引いてる竜と出てる竜をちゃんと、あの引いてる竜は10フレーム目までということでね、はい、まあ、この竜を目指してちょっとやっていこうかなっていう。じゃあ今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。すごい楽しかった、ありがとうございます、はい、ではまた、まあ、企画をいろいろと考えてますんで、明日ね、
あ、どうしよう、どうしようね。この段階でどうしよう。まあ、あさってか。じゃあね、ボンもいるし。ボンも出るし、あさって。どうせボン残ってるでしょ。まあ、もあるかもしれないけど、とりあえずあさってで、うん、で。ボンが負けたら、ちょっと応援配信はしないです。すげえな、おい。まあいいや、じゃあ。モンちゃん次第ということですよ、はい。はい、どうも。また。どうも。ありがとうございます。いや、もう、梅原さん、こんなに教えるのがね、はあ、できるんだなっていう。分からされましたね。最近だからそんなに教えてないけどな知識を。いや、あのね、あえて教えてない、教えないっていうか、ちゃんと相手に対応してくるんだなっていう。ああ、なんかね、オーダーメイドって言ってましたよね、把握してね、うん、だって、頭ごなしにというか、こうしろこうしろってのはもちろん嫌なわけでしょ。なんか学校にこういう先生いたら、勉強サボれたのになって思いました。あ、人生変わってたのに、あとサボれたんだはい、ありがとうございました。